薄木秋澄が生きていたら、大友氏の凋落はなかったかもしれない。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、薄木秋澄について紹介していこうと思います。大友氏には立花道雪、宗茂親子や高橋常雲といった歴戦の名将など、本当にもったいないくらいの有能な家臣団がいたことは割と知られていると思います。そんな大友家臣団の中で、知遊兼備の重臣として重きを成したのが薄木秋澄です。大友三郎の一人として大友氏の全盛時代を支えました。大友氏が凋落したのは彼の死後間もなくのことであり、彼がいかに大きな存在であったかがわかるはず。そんな彼の人生をじっくりと解説していきましょう。薄木氏の出世のきっかけは父長影。薄木氏のルーツをたどると、もともとは大賀氏という一族だったことがわかっています。大賀氏は平安時代に豊後大分県に入り土着していました。この一族に薄木氏がおり、別紀氏や佐伯氏など大友氏の重臣となっていく一族は全てこの辺から始まっているみたいですよ。鎌倉時代に薄木氏は大友氏から養子を迎えて、さらに血族関係を強めていきました。薄木氏が大友一族の中で存在感を強めたきっかけは、秋澄の父薄木長影の登場でした。長影は大友氏への反乱鎮圧などに功績を挙げ、薄木氏としては初めての加番衆の一員となったんですよ。加番衆とは家老職のようなもので、主の命令を執行する際に署名して藩を加えることから加番衆と呼ばれるようになりました。しかしこの父長影が急死してしまったため、秋澄の兄である秋継がまず家督を継ぐことになったんです。薄木兄弟の活躍。秋澄は兄秋継とともに大友義明に仕えるようになりました。その信頼は厚かったようで、義明が残した文書には秋澄に重要な書類の管理を任せると記してあったそうですよ。しかし天文19年1550年に二階崩れの変という大友家のお家騒動が起きてしまいます。これは義明が側室の子を寵愛して後継ぎにしようと考え始めたため、嫡子の義重、後の宗麟と衝突し、結果的に義重が勝利して全権を掌握したというものでした。この変に際し薄木兄弟がどちらについたのかははっきりしていませんが、以後も彼らは義重に引き続き仕えるようになっています。兄弟の力が発揮されたのは外交面でした。室町幕府との折衝には彼らが携わり、他にも毛利や大内といった周辺の有力武将との和睦や縁組の交渉にも関わっています。秋澄に関しては大友氏の南蛮貿易船が島津氏に捕まった時に返還交渉を行ったという記録があります。兄弟揃ってバランス感覚のある有能な人物だったようですよ。大友三郎の一員となる兄秋継が永禄4年1561年に亡くなり、子供がいなかったこともあって秋澄が薄木氏の家督を継ぐことになりました。父と兄の地位を受け継ぎ、秋澄も加番衆として大友氏を支えていくことになります。もともと外交面で能力を発揮していた秋澄ですが、周辺豪族との戦で武功も上げるなど、文武両道の重臣としてますます存在感を強めていきました。やがて別紀秋貫、立花道雪や義弘秋政らとともに大友の軍事面を担う大友三郎の一人として重臣の中でもトップクラスの地位につくこととなります。一方で吉岡長政と行政面のトップにもついて、大友氏にとってはなくてはならない人物となっていったのでした。大友宗麟、
義重ですが、ここからは宗麟で統一しますによって全盛時代を迎えた大友氏は九州での勢力拡大に勤しむ日々でした。宗麟が北九州を狙い毛利小早川氏に奪われていた門司城、福岡県北九州市奪還戦に挑んだ際には秋澄も派遣されています。この時の大友勢は超豪華メンバーで、秋澄の他に別紀秋貫や義弘重信、高橋常雲の兄義弘宗行の父など、1万5000の兵力で臨んでいます。秋澄は鉄砲隊を率いて小早川軍に大ダメージを与えましたが、なかなか城を落とせずに結果的に和睦となりました。しかしその後毛利との和睦は破られ、肥前の龍造寺高信討伐に失敗するなど、宗麟の勢いには徐々に陰りが出てくるんです。秋澄が生きていればと惜しまれる。天正年間に入ると秋澄は家督を嫡男の宗景に譲っています。ほどなくして天正3年1575年に彼は亡くなりますが、この後に大友氏は急速に凋落していくんですよ。その大きなきっかけとなったのが天正6年1578年に起きた耳川の戦いでの大敗でした。そもそも大友方の大将俵親方は宗麟の正室の兄弟で、そこから側近に取り立てられた人物。彼は秋澄をはじめとした大友三郎が元気なうちはそこそこおとなしくしていたんですが、秋澄が亡くなると途端に権力を得て大友氏の中枢に食い込んできたんです。立花道雪などは親方の台頭にはストップをかけていたんですが、だんだんと暗君化の一途をたどる宗麟には聞き入れられなかったようです。そんなところに日向宮崎県の伊藤義助が島津氏に追い出されて宗麟を頼ってきて、島津なんとかしてと頼んだことから、宗麟はならば日向を取り返してやる、ついでにキリスト教国にしちゃうぞと出兵を強行したというわけなんですよ。もし秋澄が生きていたらそんな出兵は止めただろうと後に言われています。しかもこの耳川の戦いで多くの優秀な大友方の武将が戦死、大友の力はがっくりと落ちてしまったわけですね。その中には秋澄の後を継いだばかりの若武者宗景も含まれていたんです。わずか18歳でした。その上共に従軍していた秋澄の弟重次も戦死してしまい、臼杵氏の嫡流が絶えてしまう事態となったのでした。一人残された大友の宿老立花道雪は、吉岡と臼杵が死んでからというもの大友の政治は終わってるわと嘆いたそうですよ。息子宗景の不思議な伝説。18歳で若い命を戦場に散らした宗景は文武両道で将来を有望視されていたそうです。その噂は敵の島津方にも聞こえており、耳川の戦い後の首実験の際、自分の前に据えられた首が宗景のものだと分かると島津家久はその死を惜しみ涙さえ流したと言われています。宗景については不思議な伝説が残されていますよ。宗景が討ち死にした戦場のあたりをとある修験者が通りかかった時のこと、討ち死にした者たちの骨が未だ散らばっているのを見た修験者は当時の戦に思いを馳せていました。すると不意に17、8歳の美男子がそこに現れると、もみじの枝と短冊を修験者に託し、文後へ行かれるのなら臼杵という者にこれを渡してくださいと言って消えてしまいました。その短冊には雪めぐり陸奥の巷をいでやらぬ身の後の世を問う吉もがな、成仏することもできず六道をさまよう我が身、これからどうなるのかもわからずにいますと書かれていました。修験者はすぐに文後へ向かい、臼杵氏を継いでいた宗景のいとこを見つけ出して短冊を渡します。それを見たいとこは、これはまさしく宗景の筆跡だと涙し菩提を弔ったのでした。すると宗景が夢に現れ、これで極楽浄土に行けると礼を言ったということです。まとめ1、
長影の時に大友氏のカバン衆となり重臣に名を連ねるようになった。2、秋澄は兄とともに大友氏に仕え外交面では多くの重責を担った。3、文武両道と称され大友三郎の一人に数えられる重臣となった。4、秋澄が死ぬと間もなく大友氏の凋落が始まり彼が生きていたらと惜しまれたという。5、期待されていながら18歳で死んだ息子宗影には不思議な伝説がある。戦場で鮮烈に散った他の家臣たちとは違う存在感のあった秋澄。もう少し長生きしていれば大友氏の凋落は少なくとも遅らせることはできたのではと思いました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。